よいしょ。あちち。できたできた。よいしょ。よいしょ。あーうまそう。じゃん、今日はキノコとサーモンにしたあバター炒め、うーまっそー、ヘルピー、ちあちしし、よし、いただきましょう。じゃあね、行きましょうね。今日もキリンに行きます、本キリンでね。じゃあ食べたいと思います。なんか食べたくなっちゃったんだよね、これ。ほんと朝飯行こうかなと思ったんだけど。これ好きなんだ俺、キノコ。うん。うまい。バターはちゃんといけてるかな。あれじゃん。の、あたりいきます。よし、グツグツ第2弾温めてきたぞ。でね、今日は水割りでいっちゃいます。またね、濃い、まあロックに近いって感じでね、いくよ。よいしょ。うわ、どうでしょう、二階堂とサーモン、うまそう。よし、じゃあ行きましょう。いただきます。うんうん、うわー、うまっ、うめー、いや最高だよこれ。最近ね、この濃いのがいいよ、濃いのが。お、うん、あのね、確実にちょっと作った方がうまい。うん、本当に。よいしょ。ね、量入れない感じで、ちょっとだけ水入れます。ちょっとだけね。ちょっとだけ。ピュッて。うわうまじゃあ、さつまむすをいっちゃうよ、芋焼酎で。これ、蓋、さっきびっくりした。蓋が消えててさ、びっくりしたよ。どこ行っちゃったんだろうと思って。みんな食べられちゃったかなと思って。うん。ね。じゃあ、さつまむすをも、ちょっと濃いめにいきますね、今日は。うん、いただきます。こんなもんね、こんなもん。濃いでいいんだよ俺は。濃いのでいいの。
うん、うまい。しびれるね。薩摩無双もいいよ。すごく。うん。今日さ、朝さ、トイレ入ってたらさ、初ゴキ出やがってさ、もうびっくりしたよ、もうほんと。俺すごい苦手だからさ、戦争だよ、朝ね。夏出てくるよね、うん、ほんと。そんなボロ屋じゃないんだよ、うち、マンション自体は。うん。やっぱロックかな。ロックがいいよ。これから焼酎は夏はロックでいこうかな。視聴者さんのおすすめもあり、うん、ガブガブこうね、サワー感覚で飲むのをやめて、うん、ね、ちょっと、うわ、いいよ、いい、うん、うまい。ラスト一杯、ちょっとだけいこう。うん。なんか、ついに来たねって感じ。やっちゃった？もう。来ちゃったよ、こっちの世界に。ロックの世界に来ちゃったよ。もうロックは行かないと思ったんだけどな。炭酸割りの世界だと思ってたんだけど、ロックに来ちゃったよ。芋がお湯割りから始まったな、これ多分。終わりから始まった。皆さん、じゃあロックをデビューってことで、ロック、焼酎ロックデビューしました。これからね、夏はね、ロックで、ロック攻めたいと思います。うん、うん、ということで、皆さん、今日短いですが作ったんでね、このあたりで終わりたいと思います。作るとね、食べるだけになっちゃうんですよ、うん、ということで、また明日、チャオ。